待ってたよ。何が起きた？タカはどこだ？村の連中と隠れてる。ここも猛虎に襲われた。出迎えは殺され、ほとんどが捕虜にされたよ。残りのものを奪いに戻るはず。今のは石膏だ。ほどなく軍勢が押し寄せるぞ。なら逃げなきゃ。すぐに。いや、村を守る。はあ？村の火事場も民も失えぬ。望むならばお主は行け。いやだね。私も逃げるのは飽きた。村の者に会いたい。何人生き延びたのだ？そんなに多くない。ほとんどが百姓か鍛冶屋さ。戦えそうにないね。全て一人で討ち取ったとは見事だ。稽古したから。矢の余りはあるか？使ったやつを引っこ抜いてまた使うのさ。それで十分。村のみんなを避難させてたんだけど、一人ここらで猛虎に捕まったんだ。生きてた。猛虎は行った？しばらくは戻ってこないよ。これから火事場に向かうから一緒においで。火事場は動くか？ああ、でも火はつけないよ。煙が出たら最後、猛虎に居所を知られるから。いや、釣り出してやろう。さすれば地の利を生かせるはずだ。火事場をおとりにするってわけか。姉さん。タカ。あなたのご無事を祈ってました。それはありがたい。時に頼みがある。何かご入り用だとか？どういったもので？叔父上を救いたい。兼太の木に囚われておるのだが、守りが固く、人知れず忍び込める道具がいい。ここには火事場がある上、お主も腕利きだ。最高のね。作ることはできますが、じき猛虎が来るのでは。村は必ず守ってみせる。任せときな。火事の助手がいります。幸男という名の。どこにおる？嫁を探しに行ったはずです。村の方へ。俺に任せろ。ユナ、戦の支度を。できてるみたいです。おい、アルボ。
雪雄か。はい。タカが火事場で待っておる。お待ちを。妻と妹が川にいるんです。今すぐ案内しろ。こちらへ。俺から離れるでないぞ。足を止めるでない。猛虎に見つかった。ここにおれ。やだ、やめて。どうしよう、どうしよう。雪雄の使いだ。生きてるの？ついてこい。火事場へ向かうぞ。ムツ、よかった。あんた、もう会えないかと思ったよ。怪我はないな。このお方の強さといったら、まるで鬼だよ。猛虎が相手の時のみだ。火事場に行くぞ。ついてまいれ。おい、うどくくちゃはるた。ボスファークサムレシゲ
生きてたか。このお方のおかげだ。恩に来ます。モーコが来る。ユナはどこだ。川の向こうの一家を探しに行ったきり帰ってきません。何、戻るまで火を入れるな。火事場は火を入れられるぞ。誰かを探しておるのか。しくじったよ。川の向こう岸で捕まっちまった。あの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだ。ならば捨ておけぬな。行くぞ。侍、侍はどこだ。嘘をつくな。お前の仲間をいたぶるぞ。侍なんて知らない。村の奴だわ。どこに消えた。내기좀하신다아웬테気を抜くでない。火事場まで行けるか。ええ、なんとか。みんなついてまいれ。あの方は何者なの。話せば長くなる。殺し方がむごくて人じゃないみたい。そうかもね。
姉さん、心配させやがって。火事場に火を入れろ。モーコが寄ってきます。ここを打ち壊しはせぬであろう。この利を逃す手はないぞ。その前に殺されるかも。いずれにせよ、ここでモーコを迎え撃つ。中心を探していただけなのに。お願いします。
お侍様の戦い方じゃない。何を申す。お侍どころじゃないよ。このお方は猛虎を打ち滅ぼすため冥府から蘇った伝説の武者クロード様さ。早く逃げましょう。ならぬ。火事場の火を焚き、再び小松が誇る武具を鍛えよう。さすれば直ちに志村殿をお救いできよう。伝説のクロード。悪くないだろう。侍は誉れを重んじると書で読んだ。それが己らと我らの違いよ。ならばなぜ我が兵は背後から切られている。酒井は決してさような手を使わん。戦では化けの皮が剥がれる。ならば己は犬だな。不未来の下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だ。侍の道に背き犬になるつもりのようだ。止めたくば大元国に下るしかない。そして我らは本土襲来の手先となる。違うか。考えておくことだ。ただし急がねば己の老いは道を踏み外すことになるぞ。それまで首がつながっていればな。たかが仕事を終えるまで叔父上をお助けにはいけぬな。あの人が野営を叩いて守ってくれる。俺の話を広めておるな。聞きたい言葉を言ってやるのさ。噂は広まってるよ、クロードの。お主が言い始めたデタラメではないか。クロードの力を信じてみんな村に残ってんだ。武士の力ではないのだな。武士とクロードさ。叔父上が自由になれば皆おとぎ話から目を覚ますぞ。どうかな。タカは仕事に精を出してるよ。あんたのために必死だ。様子を見に行くとするか。
志村様を助けるのに手を貸してくれる人は見つかった？まあな、石川先生と足立雅子殿が生きておいでだ。お二人とも人を追っていらっしゃるが、ご助力くださる。年寄りの弓取りとヤモメの武士、それで足りるの？菅笠衆にも会いに行った。頭は古い馴染みであったぞ。じゃあ人手は十分に集まったんだ。お主はどうする？さあね。誰か手を貸してくれ。任せな。鷹に会って話は後で。酒井様、道を降りました。お待たせしてすみません。縄の先に鉄の鍵を仕込みました。壁登りや谷渡りに役立つかと。丈夫なのか？手前で試しました。オウサメを鍵縄です。良いものだな、仮ができた。いえ、とんでもない。俺は姉さんと家と鉄だけで満足なので。痛み入るぞ。ジン、どこにいる？龍蔵。ジン、出てこいよ。誰か武士を見てねえか。ここにいるんだろ。そのたちが五分を運びますよ。四方を探し回ったんだぞ。仲間が猛虎に捕まっちまった。叔父上の救出が難しくなるが。ジン、手を打たないと仲間がやられちまう。叔父後も囚われのままだぞ。場所は八立て砦の近くだ。よし、分かった。策を考えてみよう。手下は砦の近くだと言ったな。どこか分かるか？ああ、実は砦の中の檻だ。砦は崖の上、いかにして助けるつもりだ？戦える奴はまだ残ってる。近くの四つ地で待たせてんだ。足りると良いがな。行くぞ。手下はなぜ捕まった？あの地図覚えてるか？補給路が記されておったな。飯はあったか？ああ、万兵付きだったけどな。なれど精鋭を連れておったのだろう。まんまと生け捕りにされちまった。逃げ延びたのは俺だけだ。生きておるとなぜわかる？昨夜あいつら歌ってたんだよ。猛虎が歌を許したとは。意外だよな。上手だったのだろう。このまま浪人をやめてはどうだ？好きでやってるわけじゃねえ。刀比べで負けたからだよ。ああ、長尾家の刀比べ、それがどうかしたのか？覚えてるか？武家の連中が刀比べを見に来てたんだ。それなのにお前は本気で打ってきて腕が折れかけたぞ。すまん、初の試合であったゆえつい浮かれてしまったのだ。そうだろうさ。あの刀比べで地頭様の甥御に皆会いたかった。そんなつもりはない。生まれのいいお前と違って俺はあの刀比べで腕前を見せてどこかの武家の老頭になろうと狙ってたんだ。俺のところに来れば話を通してやったものを。お前に頭を下げろって？嫌だね。俺は一人でどうにかしたかった。なぜ早く言わなかった？なんでだろうな。お前、お松でクロードと呼ばれてたぞ。酒井様より出世したな。どうした、お前より名が知れて不満か？
ヒロと心臓は逃げたよ。もう戻らんだろうな。あいつら逃げただと。俺の苦労が水の泡かよ。捕まった手下を救うならこの数で十分。戦や病や上で死んだ奴はいても逃げる奴など弱いのだ。お前に非はない。他に逃げたい者は。ほら落ち着け。時期暗くなる。出発はできそうか。手立て。道中で話そう。よし、てめえら行くぞ。やたて取りで仲間はあそこに捕まってる。どうやって救い出す。どうやって策を出すのはお前の役だろう。うん。砦に入る道は一つだが守りが固い。忍び込まねばならぬだろう。崖の見張りが手薄だ。崖を登り壁を越えよう。何？お前は猿か？役立つ兵具がある。手下は任せろ。うまくいけばのろしを上げる。攻め入りの合図だ。猛虎を挟み撃ちってわけか。見ろ、やはり策があったな。崖に続く道を探す。のろしが上がるまで隠れておれ。おい、ジン、死ぬなよ。ノブ、さあ。だが鍵縄を使えばいけるはず。これは使い出があるな。前の岩場に渡れそうだ。
菅笠衆はどこだ。本当に歌っておる。檻は散らばっているようだな。请哈罗入った。戦に備えろ。合点だ。サカ様、無事のようだな。ええ、なんとか。huge wish wedge。オルロク。
外におる。助けに来てくれると思ってた。のろしを上げて銃像を入れよう。でも来い。門を開けねば。そんなことをずっと考えてたのか。信じてました。さすが坂井家だな。争いを好まんか。次は逃がしません。いつ迎えが来るか仲間と賭けをしてたんです。負けちまった。酒は持ってきたよな。一体どういうことだ。さっぱり意味がわからねえ。どうした。猛虎はうまい飯をくれたってよ。それだけじゃねえ。拷問もなしだ。そりゃ歌も許すはずだぜ。
無事であったことを喜べ。だがどうしてあいつらに飯を食わせる。見返りを求めたのやもしれん。助かったよ。あいつらは俺の全てだ。よしてめえら馬に乗れ。小松でユナに会わなければ。Thank you.